DJ サイレント MC プレイプレイヤー鹿のゲイ桜坂スキャンドゥスターシップアジアの島国大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛優しさ買うしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目未だ分からぬ自分の左右の目見捨てないで神は見捨てて。お疲れ様です。お疲れ様です。なんとはじめましてですね、所沢のタイソンさん、はい、なかなかのこう見た目からしてタイソンって感じの方でいらっしゃいまして、皆さん初めての方もご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、ちょっとあの自己紹介、自己紹介、所沢出身なんですけど、名前は久保博文と言います。で、まあ所沢のタイソンっていう名前で、やってますって言ったらおかしいけどそれで通ってますね、通ってますね、はい、みんなでも大体知ってますけどね、はい、うん、もう所沢のタイソンといえば、はい、喧嘩強いみたいな、そうですね、いうのがもう結構、はい、うん、あのいろいろ書かれてますけど、はい、どうなんですかね、まあ、確かに負けたことないですけど、1対1では負けたことないですけど、はい、どうなんですか、でもそれもなんか、はい、運がいいっていうか、自分が思ってるのはただ自分より強いやつと出会ってないだけで、ね、自分より強い人って たくさんいるじゃないですか、絶対世の中には、はい、それとまだ巡り合ってないだけの話だと思うんですよね、たまたまというか、そういう考えでいるんで、だからまあなんていうんですかね、喧嘩無敵とか最強みたいなことって人間でいないんじゃないかなっていうか、そんな人って、ほとんど喧嘩ってそれ素手で、自分はそうですね、素手のスタイルですね、大体一発で終わりますけど、はあ、すごいですね、ああ見るからにムキムキですもんねもう それってずっともう幼少期からムキムキな感じですか、はい、小学校の頃から背もちっちゃくて細かったんですけど力めちゃくちゃ強かったんですよ、だから小学校の頃の喧嘩で一発殴っちゃっただけで、なんか眼下底骨折とか、そんな感じの、だから力が異常に強かったんですよね、で中学に入って筋トレを始めて、その時もまだ線は細かったんですよ、で中学卒業して16歳になった時に急に2倍ぐらいごつくなっちゃっていきなり大きくなっちゃった、成長期のあれだと思うんですよね、急にごつくなって、そっからもうその上下関係とかももう関係なく力負けしないんで、結構じゃあもうちっちゃい時からオラオラスタイルっていうんですか、そうですね、小学校の頃からもう名前がめちゃくちゃ通ってたんで、小学校の時からなんかブロックかなんかで、そうそうそう、ね、あ、それも本人出てきますけど、あ、なんか幼稚園の時か何かですか、小学校の時か、あ、幼稚園はなんか石で顔をぶん殴ったりとかしたんですけどだからそういう、ね、そういうのは何とも思わない子だったんで、なんで何とも思わなかったんでしょう、何ですかね、だから分かんないですね、ちょっと頭がおかしいのか分かんないですけど頭が今はそんなことないですね、今はそんなことないですけどそうなんです、だから小学校の時から名前がすげえ通ってて、はいはい、中学に3校集まるんですよね、3校中学校って自分の小学校が3校集まって、はい、で中学に上がるときにその、まあ、後々聞いた話なんですけど、他の2校あるじゃないですか、うん、が中学上がる前に保護者会開いて保護者会自分の、はいはいはい、小学校から久保っていうとんでもないやつが来るからっていうのに気をつけるみたいな、はい、っていうなんか出てるぐらいもう小学校から有名だったんですよ、ね、うん、じゃあご近所じゃ知らない人はいないぐらい、そうですね、本当にそんな暴れん坊どころじゃないぐらいの感じですかね、まともに授業も受けられなかったですからね自分が暴れすぎちゃって担任の先生病んじゃったんですよ、で学校来れなくなっちゃってで教頭先生が代わりに授業をやって、なんで暴れちゃうんですか、なんかなんだろう、